タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2021年7月13日の火曜日、今日も千歳で仕事が終わったので千歳駅におります。で、今日もねちょっとね早く終わって、でそれから千歳駅来たんですけれども、時間がだいたい今20時、午後8時ぐらいなんですよ。で先日そう夜9時半ぐらいに千歳駅前で何か食べるとこないかなと思って探したら、ものの見事にねみんな9時で終わっていたというね、まあ、そういった悲しい出来事がありましたけれども、でも今日はね8時です。でこの間いろいろ見た結果、まあ、大体のお店が9時で、ね、閉まるっていうそんな感じだったので、あ、今日は1時間時間があるから、まあ何か食べて帰ることはできるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ということで、まあ、今日は何を食べて帰りましょうか。まあ、その辺の様子をお伝えできればと思いますので、今回も何卒よろしくお願いいたします。昼間の気温は20度台で後半ぐらいで、まあ暑いっちゃ暑かったんですけれども、でも日が沈むとこんな感じですよ。19度、現在の千歳の気温が19度ということでね、まあ、歩いててすごく心地がいいです。そしてカメラをちょっとこっちの方に向けますと、こんな感じで、今日はねもう天気がすごくいいんで、ちょっと見てくださいよ。月がこんなに綺麗にね、あのくっきりはっきり出ています。今日三日月ですね。まあ、ということでね、今食べるところを探してるんですけれども、あの駅前のここのラーメン屋さん今日はやってないんですよ。今日火曜日なんですけど、確かにここに火曜定休だったような気がします。でそうなると、あの向こうの方にあるガストとか吉野家とか、あっちの方か、もしくはこっちですね、ちょっと影隠れてますけど、向こうの方にある丸亀製麺かっていうところですけれどね、この辺ですと、あとはあの向こうの方にね、あの個人経営の飲食店街がいっぱいあるんで、そっちの方もどうかなとは思うんですけれども、ただですね今日はそうこちらのね駅の向こうにある、そこの向こうをくぐっていくところにある弥生軒の気分なんですよ。駅の反対側東口にやってまいりました。西口、あのさっきまでいた側と比べてねすごく静かですけれども、でここの JR インの隣にあるのが弥生軒ですけれども、この間もね確認しましたけど、弥生軒は9時まではね中で食べれます。で10時まではあのテイクアウトやってますんでね、今日は食べて帰りたいと思います。ということで、和風おろしハンバーグ定食サラダ付き880円、ご飯は2回おかわりして、であの弥生軒はねだし汁のねサービスがあって、ご飯にだし汁入れて、であとあのテーブルの上に切り干し大根の酢漬け置いてあるんで、あれもつけて食べるのがねいいんですけれども、美味しくいただきました。よかったです。まあ、ということで時間がもう10分ぐらいで9時っていうところですね。気温が変わってなくて、気温が19度、まあ暑くもなく寒くもなく、まあ涼しくてちょうどいいような、そんな気温でしょうか。こう千歳郵便局もね、ここの ATM コーナーはまだ開いてるんですよ。まあ9時で閉まると思うんですけどね、まあ、ちょっと暗いんですけれども、なんか千歳の観光のご案内ということで、観光名所いろいろ書いてあるんですよ。支笏湖、苔の洞門、樽前山、おこたんぺこ、それからなんだこれは、山線鉄橋、パレットの丘、そして道の池サーモンパーク、インディアン水車、そして青葉公園、名水ふれあい公園、半分ぐらいは行ってますけど、半分ぐらいは行ってないという感じで、まあ、千歳によって時間があればね、ちょこちょこと、まあ、面白そうなところは行ってもいいかもわからないです。駅前のゲオで立ち読みして、そしてあの21時からのプレミア配信を見て、そしてちょっとねそこら辺でぼーっとしてたら21時30分になってしまいました。
まあでもこの時期ですよね、さすが7月だけ、7月なだけありますけれども、こう外でねのんびりしててもね、あんまり寒さを感じないというね、そこはやっぱりいい季節になったなと思います。まあ、ということでここねグリーンベルトです。ただまあグリーンベルトで何やってたかって座ってたってただそれだけなんで、もうちょっとね駅に戻ってそれで今日終わりにしたいと思います。まあ、ということで千歳駅戻ってきました。今日はですね、そう仕事がやっぱり7時ぐらいに終わっちゃったので、まあ、8時にここに来て、それで弥生軒で食事して、まあ、ちょっとグリーンベルトの方でゆっくり休んで、それからまあ帰るっていう、そんな感じの動画になりました。時間がだいたい9時40分ぐらいなんで、まあ次来た列車にでも乗って帰りたいと思います。じゃあ動画はここまで。今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンぜひよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。